はい、今日が13日目です。もう最後の最後ですね。ちょっと今回の内容はすごい難しいんですけども、サイクルフォースを使って前回やってましたが、ルートからで必ずルートから入っちゃうっていうのが最初はしょうがないんだけど、それでも回れたらもうそれはもう素晴らしいんですが、この13日目ではね、もう最後だからもう一個ステップアップしたいと思います。キーが変わっても同じアイディアを繰り返したり、近い音で次のキーに入っていったり、まあ、必ずいつもこうルートから入ってしまうっていうのをなんとか今回は脱却してですね、その横移動でこう CF ってなっちゃったりしてたところを一番近いところでコードチェンジしたり、していくっていうのを今回練習の課題にしようと思います。結構難しいと思います。 C のところから F に行くときなんかね、C ってやってて、はい、F が来ますよって言ったら、これでもう F の5弦ルートに入ったし、でそっからまたこうやってやったら B フラットのキーに入ったし、E フラットのキーに入ったし、で次 A フラット行くから、A フラットのキーにこう近いところでとか、フレーズがそのまま流れていくようなコードチェンジの仕方を意識してみてください。今回はすごく難しいと思います。12キーでなんとか回れるっていう人も、F、B フラットっていう風にこういっぱいジャンプしなきゃいけないとか、 C に行って F に行って B フラット行ってっていう風にこう必ずルートからスタートしてしまうとかっていうので、こうフレーズが途切れてしまうって、こうキーが変わっていく中で間がこうブツッブツッって切れてしまうっていうのが、問題点というか、そこが練習の課題になるポイントなので、今回はそこをむしろコードチェンジのところを一番気をつけて弾くっていうのを練習の課題にしました。ちょっとやってみましょう。ドミナントのサイクルのバッキングトラックでいきます。Cですね。で F に行きます。B フラット。で、E フラット。こんな感じですね。なんか近いところの音、フレーズがつながっているような感じっていうか、共通の音を見つけるとかね、そういうのでキーチェンジの際も弾き続けられるようなところを練習の課題にしてみてください。もしこのトラックが速すぎる場合は速度を落とすとか、もっと長いサイクルで変わっていくとかっていうのをね、自作してもらったりして、練習してください。ちょっとキーチェンジが早すぎるよっていう人も多分いると思うんで、このサイクルフォースの練習用トラックをちょっと自分で作るとかね、して、やってみてください。はい、じゃあ今日が13日目、お疲れ様でした。今回難しかったですね。この12日目、13日目って一番難しかったと思います。はい、すごい時間かかると思います。ここの練習はちょっと頑張ってやってみてください。ではお疲れ様でした。次回ラストです。また明日。